今日午前9時10分ごろ、阿蘇市一宮町の通称ミルクロードで大型バイクとタンクローリーが衝突しました。この事故で大型バイクを運転していた40代の男性が頭から血を流した状態で病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。現場は片側一車線の緩やかなカーブで、警察によりますと、タンクローリーを運転していた男性はバイクが中央線からはみ出したと話しているということです。警察は今後、バイクを運転していた男性から話を聞くなどして事故の原因を調べることにしています。